皆さんこんにちは。今回の動画なんですけれども、こちら今アキーヨのオフィシャルサイト開いている状態なんですけれども、先日ご紹介しましたこちら AIO の5ライトというバイク用のカープレイ Android のポーダブルオーディオ、またドライブレコーダーが搭載されているこちらのスマートモニターなんですけれども、なんと先日ですね、幕開けの方でこちらの方を先行販売をしていたんですけれども、こちら見ていただくとお分かりいただけるかと思うんですが、なんと1億超えということで、1億428万4950円という金額、こちら応募購入金額の方が集まりまして、こちらを見ていただくとお分かりいただけると思うんですけれども、残り21日と書いてあるんですが、終了しましたということになっております。これどういうことかと言いますと、もうすでにすべて先行販売の枠の在庫がなくなってしまったというぐらい、高セールスを記録しているガジェットとなっております。ちなみに1742人の方にサポートいただいている状況なんですけれども、今回はこちらの AIO5 ライトを兼ねて、我々ラブーンのスタッフがこのアキーヨの正規代理店を展開してまいりますので、そちらのご紹介を今回はいたします。 AIO5 ライト今後購入できるのかどうかということを気にされている方も多いと思います。それはなぜかと言いますと、1700人以上今応募されている方がいらっしゃいますけれども、すでにサーチレートしてるわけではなくて、もっともっと在庫が残っているのであれば、販売台数というのが増えていく傾向にありました。で、幕開けから先行販売枠で購入はできなくなってしまったんですけれども、どのように購入するのが一番いいのかということで気になってらっしゃる方もいらっしゃるかと思います。で、こちら今、アキーヨの直販サイトということなんですけれども、今こちらは 82,500 円という価格で販売されております。こちらもまだ現状はですね、予約受付中ということで、納期は11月末から12月の上旬予定となっております。今までは幕開け先行販売ということで、割引価格での販売だったんですが、先行販売が終了すでにしておりますので、標準価格での販売となっております。で、今回私らもアキーヨの製品を正規代理店として販売をしていくことになったということで、そちらについてをご紹介していきたいと思うんですけれども、こちらです。このようにラブーンセレクトショップということで、こちら、ホンダリトルカブの背景をもとにアキーヨのロゴが貼られている、こちらのセレクトショップになるんですが、今、このようにですね、過去に 720S とか、それから NVX、こちら四輪のスマートミラーのドライブレコーダーになるわけなんですけど、こういったものももちろん正規代理店ということなので販売させていただいております。で、今回一番新しい製品ということで、こちら AIO5 ライトということで、こちらが一番目玉商品になってくるのかなとは思うんですけれども、こちらは、ラブン限定1年保証の個別サポートというところがアキーヨで購入する場合とで異なる点になっております。そちらは後ほどご紹介をしていこうと思うんですけれども、また、こちらの方なんですが、こちらは価格が少し高くなっている、8% 上がっているんですけれども、その代わり2年保証ということで、プラス楽天、アマゾン等では受けられない我々ラブンが行う個別サポートというものもついているということになっております。で、具体的にじゃあ、これ、通常のアキーヨのダイレクトショップで買うのと、ラブーンのセレクトショップで買うのって何が違うのか気になる方もいらっしゃると思いますので、そちらの方を実際にご紹介していこうと思います。ラブーンのセレクトショップは、ラブーンのウェブサイト、もしくは私の動画の概要欄、また今こちら、アキーヨさんのホームページ開いているんですが、こちらです。このように、アキーヨさんに実機動画レビューということで、私の動画もここに上げさせていただいているんですけれども、まあ、ここから入っていただく、もしくはこちらですね。ラブーンのブログ記事のレビューもしてますので、ここから入っていただく。そうすることで、こちら。ラブーンの公式サイトの方に飛ぶようになっておりまして、
こちらは編集長が執筆されました実機レビュー AIO と AIO5 Lite の記事が書かれております。その上にですね、こちらの方 AIO5 Lite のセレクトショップ向けの AIO5 Lite の製品紹介させていただいておりまして、1年保証個別サポート、それから 2年保証付きの個別サポートということで、2つの製品を用意させていただいております。少し話が脱線しましたけれども、この保証内容っていうのはどういったものになっているのかっていうことです。そこをご紹介しているページなんですけれども、こちらになります。本日のラブーンのブログで配信させていただいているんですが、秋よ代理店案内ということで、こちらの記事になっておりまして、このようにラブーン限定1年および2年保証個別サポートという題名で、今回執筆させていただいております。こちらの方をご紹介していこうと思うんですけれども、まずはこちらです。ラブーンセレクトショップの概要ということで、アキイヨの直販とラブーンのセレクトショップとで何が違うのかということですね。そこそこ気になるところだと思うんですけれども、それがこの2つになっております。1つが経営陣と直接つながった手厚い製品サポート体制の環境整備ということなんですけれども、これどういうことかと言いますと、よく中国製のドライブレコーダー、非常に品質が悪い、よく壊れる。で、壊れてもサポートが悪い。サポートをしてもらったとしてもまた不良品を送ってくる。最終的には金を捨ててしまったというような厳しい評価をいただくケースというものが一般的に広まっているという状況になっております。で、私どもは決して中華系の製品が悪いと思っておりませんで、このアキイヨの製品も非常にチャレンジングな製品、毎回毎回他にはない製品を作られておりますし、今回 AIO5 Lite においても非常にクオリティの高い製品、また詳しくは動画を見ていただければお分かりいただけると思うんですけれども、日本の電波法をクリアをしたということで、これ多分初めてだと思うんですけれども、こういった製品、チャレンジングな製品を作っているメーカーでございます。で、我々もすでに着目をしておりまして、アキイヨの製品は非常にいい製品だということで、私どもも理解しておりましたので、代理店契約をして、中華系製品というもののブランディングをしていこうというのが狙いでありまして、まあ、このような形で経営陣と直接つながった手厚い製品サポート体制の環境整備ということで、購入した後も安心して使っていただけるようなサポートを提供するということになります。二つ目が、我々ラブーン、第三者が入り込んだ対応とすることで、ダイレクトかつ確実なサポートを提供ということなわけなんですけれども、こちらの方、経営陣と今回、私どもが直接つながりをして、やり取りをさせていただいて、お客様のサポートということをさせていただくといった、そういった体制となっておりますので、これ何がいいかと言いますと、通常ですと、雇われているサポートの人間がお客様のサポートに当たっていたということで、経営者とこう離れた状況の中でのサポートをしていたということになります。それ、じゃあどういうことにつながっていくのかと言いますと、非常にずさんなサポートをされているという状況があるということなんです。これは最近関連のあるニュースでいきますと、ビッグモーターがいい例かと思いますけれども、まあ実際今かなり取り調べが進んでいて、社長自身も現場のことを知っていながら不正を繰り返していたという話もあるみたいなんですけれども、アキイヨの場合だけではなくて、他のメーカーさんも同じことが言える場合というのもあるかもしれないんですけれども、経営者がサポートと離れている状況になっていると、経営者自身は現場の状況を理解していないで物事の処理をする場合というものがあるということになります。経営者はサポートを雇っているわけなので、サポートもしっかりとした対応でなされているだろうという認識で進んでいるメーカーが非常に多いです。特にマックスイなんかもものすごい例だと思うんですけれども、Amazon コメント欄見ていただきますと、非常に厳しいコメント、ご覧になられた方もいらっしゃると思います。そういったことを防ぐために、我々第三者が入り込んで製品を購入された方とサポートをさせていただく。それによって、まあ、今
中国メーカーでトップブランドと言ってもいい、非常にいい製品が今後も残り続けていき、また我々日本人も安心してその製品を使うことができるということ、そういったことを狙いで今回やらせていただいているということになります。次にラブによる AIO5 ライトのサポートということなんですが、今回新しく5ライトが出ましたので、こちらのページを今回公開させていただいておるんですけれども、サポートの基準についてご紹介をしたいと思います。まず対象なんですけれども、楽天とか Amazon というのは該当はしません。先ほどもご紹介した通りなんですけれども、我々のセレクトショップの中で購入をいただくというのが前提となります。で、サポートに関しては、こちら以下の取り決めとなっておりまして、ラブーンがエンドユーザーに対するサポートの窓口となるということで、第三者の視点でサポートをさせていただくということになります。で、二つ目が製品の点検と良費の判断。原則として我々ラブーンが行うということになります。最後、リペアパーツ。こちらの方は、アキイヨが発送するということになっております。次に購入にあたっての注意点ということなんですけれども、このラブーンのセレクトショップ、そうしますと注文番号というものが発行されますので、この番号というのが必要になりますので、保証、サポートを受けられたい方はご提示をいただければと思います。次に修理交換の際の手順ということになるんですけれども、まあ、今回アキイヨと今まで行ってきたラブーンのサポート、まあ、おのおのですり合わせをして決めたのがこちらになっておりまして、まず期間ということで言うと、初期不良に関しては1ヶ月までということになっております。で、その際の修理時の送料に関しては、往復、アキイヨが負担するということになります。また、修理時の交換品に関してなんですけれども、不具合品が着にしてからの出荷ということで、これは初期に関わらず2年まで継続して、こういった対応をさせていただくことになります。2年以上になりますと保証が切れますので、送料は往復ユーザー様がご負担ということになります。また、交換品に関しては注文完了後に出荷ということになっております。で、この不具合品に関しての進め方のプロセスなんですが、これ下に書いてあるんですけれども、不具合品の点検のために先に製品を着払いでご返送いただくと。いうことをしていただきます。で、不具合品が届いたら点検、実地をしまして問題点を確認いたします。で、その後問題点がしっかりと確認できた上で交換品をユーザー様に送付するといった、こういったプロセスで展開していくことになります。次に不良品の対応ということなんですけれども、不良品に関しては修理が可能な場合には修理をさせていただきます。修理が不可能な場合にはリフレッシュ品、またはリフレッシュ対応が不可の場合には新品交換ということになりますが、初期不良の場合には新品パーツとして交換をさせていただきます。まあ、こういった流れになっております。その他、アキイヨサポートに準ずる事項ということになりまして、先ほどまでのものが我々ラブーンとアキイヨとの間で取り決めをした変化点となっているわけなんですけど、ここより以下のものに関しては、アキイヨの今までのサポートと同じ内容となっております。最後に、もう一度納期についてなんですけれども、こちら、幕開けより先行受注販売を開始し、期間内に完売しております。なので、先行販売品は売り切れとなっています。従いまして、現時点での納期なんですけれども、11月末から12月上旬発送となっておりますので、こちらの方をご承知おきいただき、ご注文いただければと思います。ってことで今回少々お話が長くなってしまいましたが、我々ラブーンはアキイヨの正規代理店として製品を取り扱うことになりまして、新しく出ました AIO5 ライトに関しての購入については、今現状ではアキイヨのダイレクトサイトで82,500円という標準価格で設定されて販売されておりますが、我々セレクトショップでも同価格、また2年保証になりますと 8% 高にはなってしまうんですが、販売しておりまして、さらに手厚いサポートをご用意したラインナップとなっておりますので、欲しいんだけれども
価格が高くて保証もつけた方がいいと思われる方は、ぜひこちらの方ご利用になっていただければと思います。また今回は AIO ファイブライトメインでのご紹介だったんですけれども、また近日アキーヨから四輪のスマートミラー新商品が登場いたしますので、そちらの方も我々ラブンセレクトショップ取り扱いしてまいる予定でおりますので、興味のある方はぜひそちらの方もご利用いただければと思います。それでは皆様からのご注文お待ちしております。